こたつ。最近の日本の冬の暖房は多彩になってきた。セントラルヒーティングとか石油ファンヒーターとかパネルヒーター、電気カーペットなどなど、日本人はさまざまな方法で暖を取るようになった。その昔、日本の冬の暖房はこたつ、これ一つであった。日本の夏は緊張の蚊取り線香が代表しているが、日本の冬はこたつが代表していたのである。単なる代表ではない、大代表と言ってもいいくらいの代表だった。その他、火鉢なんてものもあったが、これはまあこたつ補佐とかこたつ心得といったような、こたつの部下のようなものであった。家庭には厨房家とか寝具家とか衛生家などのいろんな家があるが、こたつは暖房家の課長として火鉢を従えてその重責を果たしていたのである。ところが、時代の変遷とともに、こたつはいつの間にかその他大勢の平になり下がってしまった。火鉢などはどこかに出向を命ぜられて、もはやその消息さえわからないありさまである。暖房家の課長職は今やセントラルヒーティングなどに取って代わられている。しかし、こたつの実力は本当に低下したのであろうか。世間はこたつの本当の実力を見失ってはいないだろうか。実力がありながら正しい評価を与えられないサラリーマンの例もある。冬が来て、こたつを居間の中央にでんと据えてみよう。その上にこたつ布団をかぶせてみよう。さらにその上にこたつ板を置いてみよう。ついでに象印のポットを乗せてみよう。みかんの3つほども並べてみよう。見よ、そこには家庭の本拠地とも言うべき堂々の本陣が出来上がったではないか。家庭内の人々は吸い寄せられるように一人二人とそこに寄り集まってくる。集い、語らい、飲み、食べ、寝転び、たちまちのうちにそこは家庭のコミュニケーションセンターとなるのだ。こたつにはこれだけの実力があるのだ。哀れむべきことに、セントラルヒーティングには本拠地がない。どこからともなく生暖かい風が吹いてきて辺りに漂い、いずこへともなく消えていく。このどこからともなくというところが悲しい。いずこへともなくというところも哀れである。人々は寄り集まろうとしても、どこに寄り集まっていいかわからない。寄り集まるべき拠点がない。寄り集まるべき場所を見つけ得ず、人々は不安を胸に抱きながらそれぞれの部屋に散っていくよりほかはない。近年、家庭の崩壊が言われているが、その元凶は実にこたつの喪失にあったのである。こたつにはここがある、拠点がある。人々が寄り集まるべき場所をここと明確に指示している。なんという実力であろうか。それだけの実力がありながら、こたつはそれを誇示したりはしない。ファンヒーターのごとく、ブンブンとかウィンウィンとか音を立てて、俺が温めてやってんだかんな、温めてやってんのは俺なんだかんな、などという自己主張をしない。常に押し黙って何にも言わない。黙って人々の団らんの下でじっと足を踏ん張って耐えている。お腹のところに熱い火種を抱えさせられ、背中にはポットやらみかんやら、時にはおでんの鍋などを乗せられ、布団を息苦しくかぶせられ、それでも何にも言わず四本の足を踏ん張って黙って耐えているのだ。なんという立派なやつであろうか。人格高潔、性格温暖、寡黙温順、人々の足元の貸し付き、ただひたすら忍従の日々を送っているのである。このように偉大で崇高な実力者でありながら、こたつの歴史はまさに受難の歴史であったと言ってよい。その昔、こたつは箱であった。昔のこたつには底があった。四本の柱の周囲には何本かの横棒がはめ込まれ、紛れもない箱の形状をなしていた。火種は炭火であった。炭火は黒くて四角い陶製の容器に入れられ、
箱の中央に安置されていた。立派な暖房器具ではあったが、その容姿にはおままごと風な愛嬌があった。安価などという愛称もつけられ、人々に便利がられ可愛がられていた。この頃がこたつの歴史上の全盛期、黄金時代といえるであろう。こたつはすっかり安心していた。炭の時代が終わりを告げ、火種は電気に変わっていった。ここからがこたつの受難の歴史の始まりなのである。解体と収奪と合理化への道を歩ませられることになったのである。まるでかつての国鉄のような運命をたどらせられることになったのであった。まず火種が天井裏への移動を命ぜられた。それまで狭いとはいえ、一戸建ての建物の主としてその中央にぬくぬくと安住していたのに、急に天井裏住まいの身分となった。火種が天井裏に移ったことで、そこの部分、火種の居室ですね、はいらないじゃないかということになって、居室が廃止された。廃止されて取っ払われた。次に横棒も、よく考えてみたらいらないじゃないかということになって、これも廃止された。その結果、今まで箱だったものがテーブルの形状に近くなった。国鉄の民営化ならぬ箱のテーブル化が推し進められていったのである。こたつはいつまでも箱でありたかったに違いない。箱としての人生を全うしたかったに違いないのだ。なのにこたつはテーブル化への変身を強要されたのである。ひな鳥をお腹に抱えて外敵と戦う親鳥のように、こたつは火種をお腹に抱えてじっと 逆境を耐え忍んでいた。しかしこたつの受難はこれだけでは終わらなかったのである。多少テーブル化はしたが、この時代はまだ昔のこたつの面影を残していた。よく見ればまあこたつだなという形状は保持していた。今度はお腹に抱えた火種の出っ張りが邪魔だと非難され始めたのである。解体と合理化の波は次から次へひたひたと押し寄せてくるのであった。そうしてついに出っ張りは簡素化され、縮小されて天井の部分に収納されることになったのである。もはやこたつの面影はどこにもなくなってしまった。今のこたつは紛れもないテーブルである。平和総銀が住友銀行に吸収合併されたように、こたつはテーブルに吸収合併されてしまったのである。こたつの祖先はきっと泣いているに違いない。